皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の夏期講習の数学第8回は代入と式の値、これについて復習していきます。ではまず代入からです。まず式を作っていきましょう。分速 70m で x 分歩いた時の道のりを文字式で表しましょう。道のりというのは速さ×時間ですよね。この式で求めました。速さは分速 70m、 時間は x 分ですから 70×x、 こういう式になります。でも×という記号、これは省くので 70x、 これが道のりですね。ですから 70xm と、これが x 分歩いた時の道のりです。次ですね、この式を使って8分間歩いた時の道のりを求めましょう。この式を使うんですね。ですからまず 70x とこう書きます。で、時間は x 分ですから、ここが時間ですよね。実はここの部分に8分の8を代入するんですね。代入と入れるんですね。 70x というのは 70×x のことですね。ここの x を8と入れ替えます。 70×8、 計算できますよね。756で560と、答えは560m と、こうなります。このように式の中の文字を数字に置き換えること、つまり 70×x の x を8分間ですから8という数字に置き換える、このようなこと、これを文字に数を代入すると、こう言います。そして計算した結果、つまり計算した答えですね、これも式の値、このように読みます。思い出しましたか？では今度は式の値を求めていきましょう。括弧3番 x イコール5の時 2x-3 の式の値を求めましょう、こういう問題です。 2x-3、 この 2x というのは 2×x のことですよね。で、 2×x の x は5ですから、この x、 これに5を代入するんですね。つまり 2×x なんですけれど、ここの x を5に変えると 2×5-3 とこうなりますね。 10-3、 答えは7、つまり式の値は7ですよと、このようになります。4番です。 a イコールマイナス3の時マイナス a と a 2乗の式の値を求めましょう、こういう問題です。このマイナス a というのはマイナス1かける a のことでしたね。で、マイナス1かける a、 ここの部分にマイナス3を代入してマイナス1かけるマイナス3と、こう計算します。負の数同士の掛け算なので、答えは正の数陰算が3ですから、式の値は3ということになります。じゃあ a2 乗はどうでしょう。 a2 乗というのはa を2回かけるということでしたね。この a のところにマイナス3を代入するとマイナス3括弧して2乗と、負の数の時には必ずこの括弧をつけてくださいね。括弧をつけて外に2乗と書きましょう。これはマイナス3かけるマイナス3ですよね。マイナス3かけるマイナス3、
もちろん暗算でできる人はもう暗算でやっちゃってくださいね。マイナス 3×-3 は正の数になって9ですから、 a2 乗の式の値は9、こういうふうになります。さて、この文字が2種類あったとき、これはどうでしょう。これもやり方は同じなんですね。5番です。 a=2、 b=-4 のとき、 3a-5b の式の値を求めましょう。こういう問題です。じゃあ 3a-5b と、 3a というのは 3×a ですよね。ですから、この a のところに2を代入して 3×2-5b は 5×b のことですから、 5×b はマイナス4ですから、 b マイナス4を代入してマイナス4と、こういう式になります。と、3が6引く 5×マイナス4はマイナス20と、6引くマイナス20、ここを足し算にして6足す20になりますね。ですから26と、 3a 引く 5b の式の値は26と、このように計算できるわけです。今回は代入と式の値、これについて復習しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞ教科書や問題集でこの代入と式の値復習してください。ではまたお会いしましょう。さようなら。